見せてもらおうか。伝説のスーパーユーチューバーの性能とやらを。はいどうも、ウェルダン・ホズミです。ウェルダン・ホズミ、おもんないでー。はい、今のもね、出方も全然面白くなかったですね。ペンギンから出てくるっていうのね。はい、よろしくお願いします。はい伝説のスーパーユーチューバーです。倍返しだということでございまして、 えとですねあの「パラサイト半地下」の家族で見てきましたあのアカデミー賞作品賞を、えー、英語以外の非英語作で初めて受賞した史上初だということでですねも,もう見に行きたかったわけですけどもであの1個ポイントが「ワイドなショー」っていうフジテレビのワイドショー番組で松本人志さんがダウンタウンの松本人志さんが「いやーパラサイト」の話題がすごい先週からなってて。 あれ「家政婦入れへんやろ」って言って笑いを取ってたんですけども内容に触れる話で結構着物ねそこで「その家政婦入れへんやろ」がもう気になってしょうがなくてでそ,その次の週でもやっぱり作品賞を受賞した後に「でも家政婦入れへんやろ」っつって「いやあの雨の中ね」みたいなだんだんネタバレしていく毎週毎週いや「家政婦入れないと思わん」って言う,うでしょあの他のゲストに向けて。で えー、まず結論から言いますと家政婦を入れるか入れないか問題に関してで言いますと私が見た内容の私の感想ですよ全く問題ありませんでした入れることに対して全く問題ありませんでしたあのちゃんと入れる理由が一応あったからです入れる理由があの具体的に言うと優しいからっていう感じもう一個言うと計画になかったことなので計画ないよどうする これ,これは重要なポイントですねです。まずこれね、問題ありませんでした。ご安心ください。もうだから、映画見るでしょ結構序盤で家政婦が出るでしょバーって、この家の家政婦でーす出てくるじゃないですか。もうこいつやー、こいつか、こいつかーと思って、変なフラグがいっぱい立ちますから、それ面白いとこですね。で、えー、っと、点数の結論から言うと、パラサイト半地下の家族、私のですよ、80点前後でした。 80点前後前後っていうのが大事で下手したら80点切るってことなんです悪く言うとねただあの長尺の映画を1秒も目離せないとかドキドキする回数で言ったらもしかしたら一番かもしれないです映画映画史上ずーっと緊張感があるんですよずーっとうわこれどうなるんだろうっていうのが最後までずっと続くってあれはね 本当にめったないいと思いますそういった意味のエンタメ性って意味では本当に120点ですエンタメ性って意味ではただエンタメじゃないんですよねそれは別に重たい話とかって意味じゃなくて全然エンタメじゃないんだよねだからあれはね見た人半分ぐらい引いたんじゃないかなって僕ちょっと思いましたあの僕が見た映画館ですよ では、えー、3分の1ぐらいの人はね、あのー、エンドロールが流れた時に、もう席立っちゃってましたね。あれって結構、あの映画好きの人は当たり前に知ってると思うんですけども、最後まで一応エンドロール見るっていうのが、あのー、敬意の表れなんですね、映画に対する。要するに、面白かったよの表意思表示なんですよ。外人はもっとこうやって拍手したりするんですけども、日本でもたまに拍手が起きるんですけども、そこが僕、ちょっと気になりました。あー、これ、みんな80点前後だったのかなと思って。ただ、緻密です、本当にに。 物語が逆に緻密すぎて組み立てがもうしっかりすぎてもうサグラダ・ファミリアじゃないんですけども分か,分かんないんですけど緻密すぎて緻密な芸術作品を見せられてるんだなって感じはしましたそれい,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 いい意味と悪い意味が2つありますよまずいい意味では完璧な芸術って意味です完璧な完成されたメッセージ性とかじゃなくて完璧な芸術ただそこに余白とか 意味不明な荒々しさがないからそこがちょっと僕不満でした荒々しさがないからだ松本糸さんがあの序盤のままの空気でいった方がいいんちゃうかって言ってたけど僕逆でしたねあのー、このままだとありふれた作品になっちゃうと思ってただ伏線を回収するだけのまあ面白いけど面白いだけだよねになっちゃうと中盤で家政婦がキーポイントで狂ってくることによってやっと ドロドロし合うっていうか意味,意味が出てくるっていうかねで俺だか,だから結構後半らへんまではうわこれ絶対日本勝てないぞと思うぐらいすごかったですあの緻密さとドキドキ感でカってただメッセージ性は本当なかったです全くなかったと言ってもいいぐらいなかったですそれはもちろんありますよ多少はねそ貧乏だからどうだみたいな全くとは言えないかまだ、あ、あんまなかったですジョーカーの方が全然ありました どういうことかって言いますと、えー、だから、このねだ、だから、この動画の構成としましては、ネタバレなしでここまで言います。後半は、まあ、ネタバレしそうだけど、なるべくネタバレしないように言いますけど、見た人には分かるように言うっていう構成にしたいと思うんですけども、えー、まあ、そんな感じですねそ。感想はそうです。家政婦は問題ないよってと、80点前後だけど、エンタメ1120って、もう緻密なんですよ。すごい。 おーここまで全部回収するかみたいな。って感じですね。だからワイドナショーを見た高校生とか女子高校生がノリで見に行くと多分あの反撃食らうと思う。あのカウンターでねひどい目に遭うと思いますよ。後味がなかなか悪いと思います。<laughs> なかなか悪いと思います。えー、で、あのお金持ちの家庭教師に行くんですけども主人公の一人が。その 家庭教師に就く娘さんがなんかちょうど本当にいい感じで可愛いっていうのは多分若い子が見るんだったらそこポイントじゃないかなあの子可愛いよねぐらいでもそれぐらいしかなくないですかねあんな感じになると、まあ、僕ね韓国映画ってあの時々、まあ、めったに見ないんですけどたまに見るんですけど昔ちょいちょい見に行っててあのね描写が過激エキセントリックなやつ多いですよね。 だ僕それがねちょっと心配韓国映画はこういうもんですよって印象づけられちゃっていいのかなってちょっと思いましたねだから緻密に作ってんのにその3なんだろうねまあネタバレになっちゃうからあれなんですけども昔の僕見に行った映画もトンカチで人を殴りまくって地下を脱出するって映画だったんですけどもガン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 その描写がだからリアルでね痛々しいからいいっていうんですけどそれ映画の役割かなってちょっと僕思うんで映画ってそういうもんじゃないじゃないですか。 だからだから中盤まで完璧だったんですよ。まあ後半までぐらい後半ぐらいまで。要するにすごいのがお金持ちの家とまあ家の中かあの家の中だけで物語が進むんでずっと。そこがすげえなと思ってこれってどんぐらいすごいかっていうと脚本で言うと舞台にできるじゃないですか舞台っていろんなもの銃とか使わないですよね変な。 いろんな戦場とか舞台あんま変わると大変やんそれが家の中で完結してるからあれ舞台にできるんですよ演劇そういった意味で俺すごい脚本だなってこれ思ってしかもなんか銃とか出てこずにずっと話進むじゃないですか危ないもん飛び道具を出さないであそこまでずっと観客を引きつけるって俺本当にすごいなと思ったそこはある意味でアカデミー賞の審査員を 射止めたたんだなと思ったその部分でその部分でですよメッセージ性で言うと是枝監督とかの万引き家族とかの方が全然、まあ、そこはもうはっきり言って数倍違うなって僕は思いました僕はですよもしもあの映画に考える余地を与えるならえっ、ー、とね苦労をしてるじゃないですか貧乏人で苦労をしないで幸せになって からまあ、苦労,を知,らずの苦労を知らずの幸せな金持ち苦労を知らずの幸せな金持ちって羨ましいかって思いますよね苦労を知らずので半地下のみんな苦労してるじゃん苦労してきたじゃないですかでじゃあ苦労してきて幸せになった人が幸せかっていうとそれは理想ではあるけど現実ではないよねって僕は思うんですね もうまあいや大体じゃんまあまあ終わりますみんなまあ僕私もそうですけどもねっていう現実じゃ、ね、ないかなもし考えるならはいここまでネタバレないのここまでですでネタバレちょっとねあんま見てない人は見ない見て見てくださいねまあどっちにしろ見,見なかったら分からんように言いますからえー、なぜメッセージ性が あな,な,ないっていうか,なんかこんなに偉そうなこと言うかっていうと疑問があってあの、まあ、最後の方ですねあのわーってそっとするじゃないですか要、まあ、するにあのトラウマねトラウマのシーンを最後でもう一回出してそっと最後ねそっとするじゃないですかインディアンですよインディアンですよインディアンの少年がもう一回最後ね見るでしょ彼をね。 あのギャグいるかなって感じなんですよあのシーンで。もう一個犬がソーセージ食いますね一番最後ねあれいるかって話なんですよあのメッセージ何なのってだって実際にあのシーンで犬があのソーセージ食べるかどうか分かんないじゃないですかあのシーン僕ねあれはちょっとあのね疑問でした普通にそ,そ,れだってそれがもしメッセージだったとしたらですよ ああいう時でも犬は無邪気だい残酷ですよねがメッセージだとしたらかなり薄いメッセージになっちゃいますよって僕は思います僕はですよ描こうとしているものが貧困とそれならばシリアスならばですで えーとですね、でもう一回家政婦の話に一回戻りますけどあの,ー、あの僕やっぱり注目してみたんですよあの家政婦のシーに入れるか入れないかが見に行ったわけですかそれをえー、っとですね家政婦、ね、計画にないよこれどうするって細かくやっぱ言うじゃないですかでガチャって入れてみるんですよ入れてみるんですよなんかあのー、大変そうだから雨にバーって塗られてで思い出してくださいあのー、その家政婦さん結構最後の方で あの人優しかったって言うじゃないですか。優しかったけどって言うじゃないですか。優しかったがそこに繋がってくる。だから入れ,入れるってのはやっぱ優しいんですよね、あの人ね。あのおか、おかんね。おかんに優しいんですよ。で、メッセージ性の話で言うと、あの、無計画の話あるじゃないですか。いや、やっぱ無計画の方がええわ、みたいな話あるじゃないですか。無計画無計画や、みたいな。あれがもしだってメッセージだとしたら、またちょっと、まあ僕はあんまり理解できなかったですね。あまり伝わりづらかったっていうんですかね。 まだメッセージがあるなしだで僕だから結構後半でこれあえてメッセージ入れてないのかなと思ったの露骨にあるじゃないですか露骨,に露骨にメッセージ入れる方法ってまあジョーカーも多分そうだと思うんですけど、ね、まあ語っちゃうことですよね簡単にこれって僕小説の本をすごい読んでるんです僕小説一応書きたくて「ハウトゥー本」とかも山ほど読んだんですけどもそれが一番よくあのね手法としては露骨じゃないんですあのダメなんですよ露骨に語るっていうのは語らせるっていうのは僕それをあえてしてないのかなと思った大体い,い本当に腕のある その脚本家ととかか監督とか小説家って入れられらるんですよメッセージって入れようと思えばもうベラベラベラって僕が言ってるようなメッセージなんかも簡単に入れられるんですよそれをわざと入れないんですってだから入れるとしてもちょっとだけ入れるんですって俺それをやってんのかなと思ったの見ててこの人超すごいんじゃないかなと思って続々ってするぐらいでもそうじゃないなってだからさ今言ったようなこと思ったんですけどでも分かんない分かんないですけど思ったんですけどで メッセージをだって入れられ,入れ,られたらいくらでもあの途中でボタンあるでしょ核ミサイルのボタン出てくるでしょあの時に例えば核ミサイルのボタンをちらつかせてる時に作戦としてですよ家族が口で攻撃したらいいじゃん口で攻撃っていうかいや頑張ろ一緒に頑張ろうでみたいなそこでメッセージでて作れるじゃないですか。 むしろパワープレイに出るでしょパワープレイにああういうとこは納得いかないというかそういうこともできたよなと思って分岐点としてねだから僕脚本は本当にすごいと思うんですだからこれ僕見終わって思ったんですけどこれゲームだったら超面白いぞと思ったゲームだったら要するに金持ちの過程をだんだん規制していくゲームですよね規制していくゲームちょっとずつでそこまでが第一部なんですよゲームだったらですよ でそっから先を後半の話はあそこで家政婦を入れるか入れないか2択になるルートがあってでそっから先協力していくかしていかないかのルートがあってバラしちゃうルートがあって死なないルートがあってとかなんかこういっぱいあったらこうゲームとして超面白いだからやっぱ脚本はね秀逸なんですよだからアメリカでドラマ化するらしいんですけどもこれは確かにいい脚本だなってすごく思いました。 って感じですでもう一個ポイントがあるとしたらそのアカデミー賞の作品賞を取るまでに至るっていうのがあるんだったら分かりやすいですね分かりづらいとか1個もあとは逆に言うと無駄なシーンが1個もない分分かりやすかったそこはだからやっぱもうすすごいい評価されるべきなんだと思いますあのどっちかっていうとやっぱアウェイで行くぐらいの感じじゃないですかそのねいきなり韓国映画で知らん人がねその日本人はですよ知らない人が大勢見に行く中ですから。 アウェイの中でそれを勝ち取ったっていうのはやっぱすごい快挙なんだなって思いましたそんな感じですねそんな感じですあで思い出した思い出したもう一個そのネタバレになるんですけどわあってでああ思ったラストシーンか思った思った一番重要なことですね あの映画がなぜ高評価になるかその審査員が見る限りですよアカデミー賞の,そのクローとが見てですよえー、っと押さえ方ですねあの途中で親父さんに「いや感情入れすぎだからもうちょっと来いよう」って言うじゃないですか「あの感情入れすぎないで喋って」ってえあのねパラサイトしてく時に「いやもう親父らちょっと演技が過剰だからちょっと押さえて押さえて」って言うじゃないですかねえ わかるでしょわかるでしょ要するにそれが最後出てくるんですよ押さえた感じであそこ例えばえー、とキリングフィールドとかみたいになんか歌流しながら韓国のまあその,あの貧困と差別を歌う歌かなんかを流しながらラストシーンでも全然良かったわけじゃないですかいやむしろそういうのが絶対僕良かったと思うんですけどでもそこをあえて。 しなかったここに重要なポイントっていうかセンスがあるって思いましたね。ああってうならせるセンスが。そういうとこじゃないですかね。そういうとこはこううならせるところがありましたね。だったらなんでちょっと壊しすぎたかなって感じしますね。なんか綺麗に積み上げたものを壊すのはいいんですけどちょっと壊しすぎたのかもしれないなみたいな。あれは芸術で終わってもよかったんじゃないかなってちょっと思いますね。って感じです。 はいそんな感じです。という、はい、<laughs> ことでい,いえまあそんな辛口で言いたわけじゃないんですけどもまあそのすごくいい部分とうんそうでもないからでいやでも後味悪いなあれどんくらい後味悪いかっていうと本当にジョーカーレベルですねあれジョーカーって映画あったじゃないですかあれアカデミー賞をさ撮ったからちょっと映画いっぱい最近見たいから見に行こうぜ日本立て続けに見ようぜじゃあジョーカーと。 パラサイト見ようぜいいねみたいなハートフルな家族ものとちょっと過激なねジョーカーこれ見ようぜと思って二つ立てた多分立てたぶん立て続けに見たとしたらあのー、病気になると思います <laughs> 病んでしまうと思いますそんな感じちょっと長くなってて申し訳ないですけれどもはいウェルタンホズミでしたパラサイトまあ見に行く価値はあると思いますけどあのー、怖いですね怖いです そんな感じでですねまたお会いしましょうウェルダン・ホズミでしたチャンネル登録で私の同志になってくれ